どうも皆さん、こんにちは、フライパンです。というわけで、今回はですね、なんかいろいろやばい遊園地から脱出するというゲームをやっていきたいと思います。あとなんかお前がちょっと、こいつがなんかやばそう。あと、普通に、なんだっけ、風船持ってて、なんか帽子の色もおかしいもん。あとなんかすごいタケコプターみたいのついてんだけど、こいつ。何タケコプターなんでお前、なんかタケコプターみたいのついてるよ。あとお前なんか変な、口の形が変だし。なんかこいつ黒幕っぽいよな。こいつ黒幕っぽいよね。もうみんな。こいつ絶対黒幕だよな。ちょっとこのゴミ、このゴミをあいつにぶつけてやりたいよ。なんか、ちょっと。お前絶対黒幕だよな。なんかよくこんなところでずっと突っ立ってられんな。絶対精神的にもう結構ダメージ食らうだろうし。こっから先入りたくないんだけど。なんかいろいろ書いてあるんだけどさ、ちょっと、じゃあもう行くか。おー、なんかいきなり喋りやった。あ、邪悪なピエロによって見捨てられたカーニバルに閉じ込められてしまったんだ。脱出方法を見つけよう。あ、ほんと、もう閉じ込められてるってこと。じゃあこっから自力で、崖登って、なにこの見えない壁。見えない壁が俺の行く手を阻もうとしてる。くそ。あ、じゃあもう入るしかねえってことね。はい。あと、お前のなんか、すごい、黄ばんでる。うわ、絶対汚ねえわ。絶対口臭くせえだろうな。待って、また、この音がいいんだけど。これで一生遊んでられる。あ、これで一生遊んでられるわ。はい、これでもチケット払わなくていい。無料で遊べるって、すごくね。あ、なんか、やばいやつ来たよ。絶対これ子供がさ、こんなん遊んだら、うわー楽しそうって言って、それで、入って、うわー足がーうわーってなるよな。絶対クソになる。絶対、まあこういうところ、まあ無事、ここまでクリアできたとしても、なにこれうわーって、で、これ足滑って、こうなると思うんだけどね。で、一気にここ、最悪。何喋ってんの何を喋ってんのこれ。ちょっと、いろいろおかしいんだよね。なんか風船の音があれに聞こえる。なんか風船、っていうかなんで風船が、っていうか、お前瞬間移動してきた。お前ついさっきまであそこに、俺より先に、お前どっか隠し通路ずっと渡ってきただろう。なんでお前黒幕っぽい。絶対お前黒幕。あとなんかいろいろうるさい。ボイラー室って。なんか、最悪。はい、また、ここで焼き死ん、やばい。これ。また、ここで焼き死んだんだけど、またこれ、焦げ身になっちまう。あ、よしよしよし。まあ、今のところ、順調じゃねえわ。まあ、何回も死んでるし。絶対これ、子供とか来てこれやったら、もうずっと瞬殺よ、こんな。絶対怖くてビビるんだろうな。もう。なんで余裕じゃねこれ。余裕だよね。ちょっと、余裕すぎるかもしれない。あと雑音しか聞こえないんだけど、これ。なにこれ雑音雑音ゲーなにそれ新しい雑音ゲーが誕生したってこと。なんかすごい雑音しか聞こえないよ、これ。あ、落ちてた。なんかすごい、体のパーツがすごい飛び散ってんだよ。てかもう最近外が暑い。てか暑すぎる。だってさ、なんか、もう30度超えて、なんか、34度とか言ってんだ。暑すぎだろ、もう。熱中症かかるわ。あとなんか、前公園で遊んでたら、木がさ、なんか、俺の脇腹そう、今、ここら辺を、思いっきり木にぶつかったの。そして、なんか、もうすごい痛くなって、それで、もうひび入って、今ちょっと安静にしてんだけど、それでもう、ちょっと遊んだり、体育とか、できなくなるんだよな。部活とかも。今、1ヶ月間できないって感じじゃん。グーピエロの笑い声が聞こえる。観覧車に乗って。観覧車。うはお前、いきなり、お前巨人化したのか、お前。ちょっと絶対今、お前何の巨人？あ、待って、ああ、絶対。おい、お前さ、ちょっと、お前、巨人化したのか？巨人化したに、したにつれては、ちょっとなんかちっちゃくね。
お前そこジャンプしろよ。ちょっと脳筋かお前。そこはジャンプしろよ。あとなんかすごい追いかけてきてるし。もう必死に追いかけてきてる。必死に。なんかすごい、ね、すごい運動してるみたいになってるんだけど。でもまたお前、いつもさ、お前、絶対瞬間移動してるよな。絶対こいつ黒幕だもん。絶対こいつらがさ、操ってるって感じだ。待って、うるさい。待って、ガチでうるさい。待って、ガチでうるさい。うるさすぎない？待って、鼓膜破れるわ。絶対鼓膜破れる。もうちょっと音量もうちょっと下げろよ。もうちょっと音量下げよ。もう音でかすぎるから。あとこれもうこんなトラップ余裕だし。で、遊園地によくこんなもんあんだ。で、子供やったら絶対瞬殺すんぞ。おおはは。うわ、なんかやばい。なんかテレポ、いや、ネザーゲートみたいなんだけど。でお前もうずっとお前絶対来る。あ、それは何ですか、って、なんかまあ、パッと見わかるだろお前。は？何ここ？なんかさっきから雷でいつもなんか、ちょっとこいつ本物の巨人じゃん。ここに本物の巨人いんだけど。あー最悪。てか俺なんかやばいって。やばいって、当たるってこれ。これやばいって別に。よしよし。まあ、こんな、ここんとこは楽勝っすね。まあ、またいるし。絶対こいつ瞬間移動使いだよ。瞬間移動すんなよ。絶対黒幕だわ。喋んないんだけど。とか、ガチで、喋ったわ。近づいたら、てか、タケコプターつけんなよ、お前。お前、それで、あ、そういうことか。あ、お前、それで飛んで、ここまで来てるってことだよ。なんならお前、もう、最初からゴールまでたどり着けばいいのに。ちょっと、お前、あいついろいろと謎だわ。ここは、またいるわ。もう、もうお前さ、瞬間、ベルゲンガ、お前、兄弟あれ、兄弟、もしか、兄弟があんないる、それともお前影分身使ってんの、それかあれドッペルゲンガ。でも俺謎なんだけど、ものすごく謎。登れない、登れ、よし登れた。これまた速くなる。うわー、また速くなる系ね。これは火山で、また同じ場所じゃないな、ここ。うわぁ、お前。おい、ドッペルゲンガー、違う、兄弟か、お前。でも、名前同じだし。あ、絶対、兄弟じゃない、影分身か。もう、おかしいって。もう真っ暗だし。うわ、絶対臭い。待って、息止めていこう。うわぁ待って、息止めてもこれは臭すぎる。待って、これ長すぎない？なんかあ、最悪。普通に死んだ。俺が悪かったね。これ普通に長くね？っていうか、なんか違和感感じるんだけど、俺。なんかどんどん短くなる。おい、だから、俺死ぬなよ。よし。ほら、なんか。ほら。いや、絶対これ短くなってる。うわ、もう、これゴール目の前で。絶対短い、これ。なんかすごいな、これ。どうやって作ったんだ、これ。あ、これ鏡。これはちょっと、あれだけど、まあ、さっきのは、まあ。なにこれ。待って、これどうやって作った？すげえんだけど、なんか。これがすごい。この背景どうやって作った？やばくない？なんか。っていうか、これが、落ちるのに、これ落ちないんだ。
あ、これ落ちないんだ。よしよしよし、無事クリアということで。まあこっち側か。でもお前もう双子じゃない、待って、影分身。お前さ、ほんと不思議だよな、タケコプターつけてんの。な、嫌な予感しかしないんだけど、これ出せ、いや、なんか無理やり乗せられて、いやー、なんか嫌な予感しかしない。なんか途中途切れてるし、こっち、あー、なんかおかしいおかしい、あー、なんかどうせ、なんかこれどうせそんな早く動かないんだろう、どうせね。いや、ほら、なんかすごいすごいカク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 なんだけど、なんか全然楽しめない。全然怖くない。てか俺ジェットコースターとか俺好きだから。お、頑張ってる頑張ってる。うわ、あんまな、嫌な予感しかしない。うわー、え、なんか変な足音聞こえんだけど、あと犬の鳴き声聞こえない。なん、え、クリア？クリア？いた、バッキーな乗り物だ、少なくとも、早い早い早い。どうやらクリエイターは勝者の部屋、あ、お前早いって。でもかっこいいな、もうの、お前早い早い早い。